足利市福井町にある焼肉酒場肉奉行さんに来ています。花輪がすごい。真っ暗な外観が目立ちます。出来たてほやほやのお店。まだ足利店の情報は全くなし。お花を横に通りながら入り口へ。牛がかわいい。また花輪。店内は黒でシックに。大人な雰囲気がいいですね。テーブルと奥には小上がり席があります。バッグが入れられる箱が嬉しい。ここで焼きます。綺麗な鉄板です。メニューです。さすが焼肉屋さん、種類は豊富です。お酒は一通り置いてあります。あ、私の好きなレモンサワー発見。まずはタンから。特選の高級品。カルビもあるね。カルビ大好き。ロースやハラミもあります。ホルモンもありますね。種類が多くてホルモン好きにも来たこれ。豚や鶏もあるよ。奉行さんオリジナルのわさび系。その他にも海鮮系、野菜もあります。サラダがあったり一品料理もあります。スープも美味しそうだな。スンドゥプチゲうまげ。軽くてさっぱり系のおつまみも。キムチの種類も豊富です。締めのご飯系や米で食べたい方はライスも。ビビンバも好きなんだよな。麺類やデザートもあります。生中500円。くー、最高。マスクを外して飲みましょう。乾杯。うわひよー、うまい。ぷはー。上タン塩880円。ドロリン。お肉綺麗すぎる。キラッキラしてますね。これで上なら特上はどうなるの。うまげー。それでは焼いていきましょう。いい重々音です。まずは塩からね。いつもはよく焼きなんですけど、今回はレアでいきたいと思います。うわー、お腹減る。それではいただきます。レモンにつけて。うわー、めっちゃうまい。タンうまいわ。ビールが進んでしまいます。今日は酔ってしまいそうだ。サンチュサラダ390円。ドロリン。サンチュ大量に来ました。ネギときゅうり付き。焼肉屋さんは大体頼みます。でもネギときゅうりついてたの初です。そして辛味噌もついてきました。それでは山中に巻いて食べたいと思います。タンで巻いてみよう。熱々の焼き目が最高なタンで。山中さっぱりしてて美味しいんだよな。タンガブ、うまい。やばい、最高。自然に笑顔が。ビンビール札幌ラガー550円。ダラリン。珍しいぜ、赤星。ビールの苦味が強くてとっても好きです。それでは2度目の乾杯。うわ、うまい。白コロ480円。ダラリン。味を聞かれました。塩か味噌か辛味噌で選べるよ。これはちなみに辛味噌です。うまげー。
それではタレにつけて、それではいただきます。溶ける溶ける、うまい、ホルモン最高、赤星ぐいぐいいっちゃいますね。こりゃカルビ980円、ダロイン、サシがすごい、これは高級系カルビです。焼肉屋といえばこれは絶対欠かせない、楽しみです。それではいただきます。柔らけー柔らけー、タレも甘めですごい好みです。豚軟骨480円、ドロリン、豚軟骨初めて食べるかも、これまたうまげ、やっぱり軟骨は塩でいただくかタレでいただくかいつも悩む。それではいただきます。コリコリ食感がいいですね、たまらない。こだわり墓場のレモンサワー380円、ドロリン、やっぱり頼んじゃった。このぬるくならないコップいいね、うちも欲しい。それでは飲みたいと思います。美味しい、肉に合うぜ。カルビラーメン750円、ドロリン、締めに突入です。めちゃくちゃいい匂いしてます。焼肉屋さんの幸運美味しいんですよね、具沢山でとっても美味しそうです。スープはどうかな、辛そうだけど食べれるかな、麺はどうかな、ちぢれ麺です。まずはスープからいただきます。おーうまい、これはびっくりです、めちゃくちゃうまい。見た目ほど辛くないのも嬉しいです。そして麺はこのスープにすごい合ってます、マジ好み。野菜がこんなにも嬉しいです。スープにも野菜のエキスが染み出ています。そしてホロホロになったカルビです、避けちゃいそう。それでは食べてみましょう。わー、カルビ本当にホロホロ、すごい好みなんですけど、これ私が珍しくスープを飲み干しそう、うますぎ。ビビンバ600円、ドロリン、私はやっぱり米いっちゃうよね。具もたっぷり、卵黄が嬉しいです。これ考えた人頭良すぎる。石焼きもまたテンション上がりますよね、重々音が素晴らしい。それでは混ぜてみましょう。卵黄が潰れました。 100% 美味しくなるやつです。石焼きに焼かれてる感じもまたいいです。すげえいい香り、混ぜ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 、ほら完成しました、うまげ。それではいただきます。ビビガブ、うわー美味しい、てか美味しすぎる。いろんな野菜の食感の良さと優しさ、
ピリッと辛いけど子供でも全然食べられる辛さです。焼肉のタレをかけてみたらまたこれまたうまい、大満足。ビビンバごちそうさまでした。カルビラーメンもごちそうさまでした。それでは振り返りです。お肉はもちろんのこと、締めのラーメンとビビンバはすごい好みでした。この締めたちだけを食べに来てもいいぐらい。お肉もワンランク上まで食べられる、接客も素晴らしかったです。本日はごちそうさまでした。